前にちょっと紹介を、合宿の時はボーカル佐々木そら君にヘルプで入ってもらってて、で今日初めて正規メンバー揃ってライブすることになりました。タイニーランドリーです。お願いします。じゃあ正規メンバーのギタボの薄利健吾君です。よろしくお願いします。今日はスーパービーバーの27という曲をやります。ロックスターは死んだ、まだ僕は生きてる。母が僕のことを産んだ、いくつのことだっけ。少しずつ追いついてゆく、少しずつ追い越してゆく。優しい人でいたいな、大人になったんだ。許せることが増えた、譲れはしないけど、人に似た自分を知って嬉しいと思った。少しずつ受け止めてゆく、少しずつ受け入れてゆく。守れる人でいたいな、大人になったんだ。時間が解決してくれる、もはや終わればと思った。挫折もあったな。でもまだ終わっていなくて、まだ終わらせてはいなくて。笑い話にできた時、大人になったんだ。ロックスターは死んだ、まだ僕は生きてる。悩み事なんて今日も、不安なら明日も。その中で増え続けてく、出会いは増え続けてゆく。知りたくないな、大人になったんだ。一人で生きてく今日も、一人にはなれなくて。何をするにも思うんだ、大好きな人たちが。悲しくならないかって、笑っていられるかって。幸せだと思うんだ、大人になったんだ。僕らは大人になったんだ。まだ僕は生きてる。ありがとうございました。